はい、こんにちは。こんにちは。まあ、この前がそうですね、世界システム論と、覇権国家の盛衰だったと思うんですけれども、まあそうですね、今回は、具体的に例えばその覇権国家というのはどんなものだったのかっていうことをちょっと考えてみようかということで、まあ、まずこう一番なんていうんですかね、覇権国家といえばみたいな、まあ、一番こう、まあ、典型的なというか、まあ、イギリスです。18世紀の後半ぐらいから18世紀、じゃないですね、18世紀の後半ぐらいから19世紀全体ぐらいにかけて、まあ、覇権国家と呼んでもいいようなそういう力を持ってきたイギリスという国、これが、まあ、このイギリスの覇権が成立する、これはどのようにして成立したのかということと、まあ、他の国々に対してどういうふうに振る舞ってきたのかというようなことを具体的にちょっと今回は、ね、見ていこうかなと思っています。で、まあ、3つほど今回は要点がありまして、まあ、まず1つはそのどのようにしてヨーロッパにヨーロッパの競争相手を排除してきたのか、で次が、どういうふうに、まあ、植民地とか、もう獲得してイギリス中心の世界システムを作っていったのか、で最後に、まあ、じゃあヨーロッパの、まあ、競争に負けた国々も含めて他の国々に対してはどういうふうに振る舞ったのかと、この3つのことを考えていこうと思っています。それでは、まずそうですね、初めの、まあ、競争相手の排除というところを彼にお願いします。よし、よろしくお願いします。まあ、今回はイギリスの覇権の成立っていうのを、まあ、僕の方が、まあ、競争相手の排除っていう、この国ダメだよね、この国ダメだよね、だからイギリスみたいな観点で説明して、まあ、その中で、もう一人の方に植民地獲得で、なんで他のやつダメでイギリスは良かったのかっていう観点が、だから僕が他の国をけなし、もう一人がこう他の国、イギリスを持ち上げるみたいな形で説明をしていこうかなと思ってて、まあ具体的なコンテンツに触れていきます。ヨーロッパの競争相手の排除、1番説明させていただきます。シュート1番はこちらで、2番はこちらなんですけど、まあ、2番はちょっと右側は無視してもらって、まあ基本今回1番の方でちょっと説明をさせていただきたいんですが、欧州、ヨーロッパの競争相手の排除、イギリスが覇権を握るにおいて、大切な要素の一つです。競争っていう言葉を聞いたときに、まあ、得てして、まあ、歴史学を考えるには、まあ、なんか 4W1H ってのが非常に役立って、まあ、What, Who, Where, Why で How ですけれども、まあ、How っていうのが大抵論述とかでは聞かれることが非常に多いんですが、まあ、What、何を競争したのか、まあ、それは覇権ですよね。要は、主権国家体制っていうものが成立したのであれば、その主権国家って言われる一様に対等な国家間の関係で、いわゆる条約っていうものでこう約束として結ばれるものですよね。これはつまりお互いを国家として尊重し合ってる、互いに国家として認め合ってる、あの一つの国家としてですね、から成り立つわけであって、まあそうした平等な国家間の関係において自分自身が優勢を握るには、まあつまり覇権を握るにはっていうので、まあ当然競争します。ワットですね。まあ、これ一緒にホワイトを説明しちゃいましたっていうのは、まあ、国家は当然その平等な関係において自分自身が優位に交渉を進めようとするには自分自身が力を持たなきゃいけないから覇権を持とうとするわけですし、よその国とも競争するわけです。それは今の時代だって変わりませんね。はい、誰と競争したのか、まあ、前回の概論を見たときに大体、2つ挙げましたね。特にイギリスの前後にね、まあ、言ってしまうのであれば、まあ書いちゃいましょうか。オランダとフランスなわけですね。オランダっていうのがこの時代の前の覇権国家でありました。それもオラス帝国定義しましたね。イギリスとフランスがオランダを一緒にとっちめる。で、オランダは死んでしまって、まあ死にはしませんけど、まあ概念上は死んじゃったみたいな。そしてフランス と、イギリスが今度2国の間で喧嘩をする。で、最終的に勝ったのがイギリスであったと。まあそういうことになるんですけれども、そうですね。まあ、なんでここでじゃあスペインとかポルトガルとかが出てこないんだみたいな話に疑問に思った方は、まあ、前回のあのクソ長いね、その覇権国家の盛衰っていうのを見通すっていうビデオをもう一回見てください。そうしたらそこでちゃんと説明してると思うので。では、どこで喧嘩したのか、どこで競争したのかって言われますと、
まあ、大体この辺の戦争が起きる場所は3つほどありまして、まあ、一つ、フランスの方で比較的タームとして関わってくるのが、まあ、いや、フランスですね。まあ、共通する戦場は当然、まあ、ヨーロッパ大、ヨーロッパですね。ヨーロッパ、あ、汚ねえな。どうしようかな、これ。見にくいな。まあ、いや、箇条書きにしちゃえ。戦う場所ちょっとここに箇条書きにしますね。一つはヨーロッパであります。まあ、当然そうですよね。イギリスもオランダもフランスもヨーロッパに属してますから。で、もう一つが、これはオランダだけに関係しますね。オランダだけに関係するのが、東インド諸島と言われるような、香辛料がよく取れる、あの辺ですね。まあ、東インドの方って書いておきましょう。あ、まあ、諸島って書いておいた方がいいかな。ごめんなさいね、字小さくて、拡大して見えるようにしてやってください。で、フランスの方、オランダは東インド、ヨーロッパと東インドでイギリスと戦います。フランスはイギリスとヨーロッパ、あとヨーロッパ、あとアメリカ大陸、あともう一つ、インドで戦います。まあ、まあ、イメージしたら、まあ、オランダは、まあ、二つ、オランダとは二つの土地で戦って、フランスとは三つの土地で戦ってるようなニュアンスですね。まあ、そんな塩梅で一応ここ4つ説明しました。じゃあ、具体的にどのような展開で、イギリスはこの二国をとっちめていったのかっていうのについて触れていきたいなっていうふうに思っていきます。思ってます。いきなりだけど嘘ついた。うわ、嘘はついてないんですけども、今から嘘つこうとしてたんですけども、まあ、一番初めイギリスがオランダをとっちめるのが、アンボイナ事件って言われるような、まあ、前回の聖水でも説明したような、まあ、勝ち込み、ヤクザの勝ち込み事件ですね。オランダが攻撃してるアンボイナ島のところにイギリスが行ってボコボコにしたって、いきなり軍事抗争を始めたっていう事件なんですけれども、これ、1613じゃないんだな、これがすいません。これはね、23なんですよ。これ僕、受験時代に入ろうよ、23で覚えたんですけれどもね。まあ、全く意味のない頃合わせだって言いながら爆笑しながら覚えてて、まあ、入ろうよ、23、アンボイナ事件はどうでもいいんですけれども、まあ、これで、まあ、イギリスがオランダに対して一番初めの勝ち込みをかけた。で、その次、これも基本前回で説明したことといくつか被るところがあると思うんですが、公開法っていうものをイギリスが発布して、オランダの中継貿易に打撃を与えようとした。中継貿易っていうのは、ある土地と、まあ、例えば東インド諸島の、食べ物とイギリス、この食べ物をこっちに運ぶ、この運ぶ船だけですね。オランダは昔から海運業がすごい盛んですから、まあ、この運ぶ、中継するっていう行為に対して、ノーを突きつけた。お前は、だから、あれだ、東インド諸島の船でやってこい、オランダの船で来んなって言って、まあ、そのきっかけで起きた英蘭戦争によって、オランダはイギリスからボコボコにされてしまうわけですね。で、それに加えて、まあ、これ、英蘭戦争起きたの、第一次世界大戦1652年からなんで、3度ほど、3時まで起きてるんですけれども、1648年にこれ、金路線に来ましたっていうのはなぜかと言われると、まあ、皆さん思い出してください。近代の諸条件の、近代の三条件の中の一つに挙げた主権国家体制っていうのが、まあ、そんな、ある日から主権国家体制が成立するっていうわけではないんですが、この年はある種のターニングポイントでありまして、これは30年戦争の講和条約たるところの、30年戦争の講和条約たるところの1648年ウェストファーレン条約、ウェストファリア条約ですね。はい、ありがとうございます。すいません、ド忘れしてしまいました。ウェストファリア条約が締結された年であります。っていうのは、この年に、主権国家体制っていうものがの生成がはっきりと認められるような条約の文書が書かれた。国家としての、関係とか、主権国家っていうもののあり方をいろいろ規定された条約であります。そして、この1648年主権国家体制には切っても切り離せないもう一つの関係というか言葉がありまして、まあ、また後で3番できっと触れてくると思うんですが、勢力均衡っていう法則があるんですね。まあ、それは後々ちょっと耳に留めておいてください。まあ、続き説明します。で、フランスも当然オランダに喧嘩を売るわけですよ。フランスもこの時はまあ、覇権取る気満々やから。っていうのは、まあ、太陽ルイ14世って言われる人がすごいね、各国ヨーロッパに対して侵略戦争を加えたんですよね。そのうちの、まあ、大体4つの巨大な侵略戦争のうち2つがオランダに関するものです。1つが南ネーデルラント憲章戦争、もう1つがオランダ侵略戦争って言われるようなものです。
まあ、この2つ、この2つの戦争でオランダはもうかなりの大打撃を受けて、まあ、いわば覇権国家としてのあれを、力をどんどん失っていくわけですね。となると、今度イギリスとフランスの二強が残るわけですよ。まあ、二強というのも語弊があるかもしれませんが、よっしゃ、あと2分で説明しよう。この2つの国が、今度はもう一度、いわば戦争していくわけですよね。まあ、それで、展開される4つの戦争が、第2次英仏百年戦争って呼ばれるものです。で、いわゆる第2次英仏百年戦争が何を指し示すかって言われると、このファルツ継承戦争って言われる、ファルツって誰やねんみたいに思われるかもしれませんが、一つがファルツ継承戦争、一つがスペイン継承戦争、もう一つがオーストリア継承戦争、で、三つ目がナラヤン戦争、この四つの戦争を大体総称して、第2次英仏百年戦争っていうふうに言います。なぜここ、こっち側、だから、ここの四つと、ここの4つが微妙に被るわけですよね。というのは、ここの4つは別に太陽がやった4つの戦争っていうだけで、まあ、特に何ら枠組みがあるわけではないんですが、ここで押さえておいてほしいのが、第二次百年戦争、先ほどどこで戦ったかって説明しましたよね。イギリス、オランダとアンボイナー事件、アンボイナー、東インド諸島で戦いました。東インド諸島で戦った。戦いましたよね。で、ヨーロッパとアメリカとインドで戦ったのがフランスっていうふうに評しました。っていうのも、ここの第二次英仏百年戦争の時には同時にアメリカとインドでも戦争が行われているわけです。というのは具体的に何かというと、これはもうなんか名称を覚えろっていうのも非常にやぶさかなので、どうしようかな、触れようかな。でも多分ね、皆さんがもし教科書とかを持ってるんだったり、まあないしはググったりしたら絶対それ見つかることなんで、まあないしは後で僕が補足で何らかの形で更新してくれてもいいので、そうですね、まあ一つだけね、絶対覚えておいてほしいのだけ覚えておいてもらいましょう。ファルツ継承戦争、スペイン継承戦争、オーストリア継承戦争、ナラヤン戦争、これ全部戦争やってるわけです。で、ここで当然イギリスとフランスは敵対してるわけです。っていうことは、ここでイギリスとフランスがどっちも力を伸ばしていたアメリカとインドの地においても同じような戦争が行われてるわけです。っていうので、それぞれ対応した戦争が、例えばファルツ継承戦争だったら誰々戦争だってみたいな、アメリカの大陸における戦争の呼び方があるんですが、それについてはちょっと、ここもう4つ名前触れるの尺なんで、ナラヤン戦争の時にアメリカで展開していたフレンチインディアン戦争っていう言葉だけ覚えておいてください。フレンチインディアン戦争っていうものがナラヤン戦争の時にアメリカ大陸で対応して行われてました。で、インドの方では、まあ、当然ここで、まあ、また後の、貿易の方だよところで説明が多少加わると思うんですけれども、戦争がずっとここ第二次百年戦争、英仏第二次百年戦争の時から行われていて、まあ一番最後決定的になったのが、プラッシーの戦いですかね。プラッシーの戦いと言われるようなもので一応決定的になったんですね。で、なんか今タッ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 って一気に説明したんですけれども、ここ2つのパリ条約っていうものが出てきて、この2つのパリ条約がイギリスの覇権を語るのって結構大切じゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、1つ目のパリ条約っていうのが、1713年スペイン継承戦争の時に、締結された条約なんですけれども、こちらの条約ではジブラルタルって言われるようなスペインかな、ちょっと僕地理詳しくないんで、南の方のちょうど地中海から大西洋に抜けるところの要所たるところの、まあ、岬みたいなところですね。そこの地をイギリスが獲得したっていうことが大切な要素として一つあります。そして、もう一つがフランスの方からね、アメリカの方の土地をいくつかもらったっていうのもありますね、1713年。そして、もう一つ、7年戦争のパリ条約、これ1757年であってるかな、違った、1763年だ。これ1763年の方のパリ条約では、ここでは、本当にもう具体的に、アメリカはイギリスの土地っていうふうに、ほとんど条約上、領土の交換で結ばれたわけですね。そして、あと、インドでのイギリスの優勢も確定されました。まあ、以上のような事柄を踏まえて、イギリスはフランスを駆逐したっていうふうな説明に変えさせてもらいたいと思います。まあ、すごい端的な説明です、言葉で説明するのであれば、第二次英仏百年戦争に勝利したイギリスがフランスを下した
ということになりますね。以上で、欧州の競争相手の排除についての説明を終わらせていただきます。じゃあ次、2番の方に移行しますね。